じゃあ今日は平和でよかったね。今日は平和なんじゃなくて、今は平和なだけだけど、気を抜けるといつ敵が現れるかわからないぞ。そうだね、いつ敵が現れるかわからないから、しっかり特訓しなきゃね。特訓か、よし話は読めた。2人で相撲をするぞ、隼人。相撲？いいね、よしやろう、飽きた。おー、負けないぞ。ピピ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 ピ。この音は敵が現れたみたいだ。はひふへほ、今日は鬼ヶ島から鬼さんを連れてきたのだ。大暴れしてやるのだ。なお、この町に桃太郎がいないからやりたい放題だぜ。ははは、町を壊してしまえ。だな。話は読めた。バイキンマンが鬼ヶ島から鬼を連れてきたんだな。許せ。兄さん、やってもらってください。さあ、行くぞ。負けないぞ、カオ。こちら、こちら。カオ。これは強敵だな。アキタ、一緒に攻撃だ。おう、今度こそは負けないぞ。くらえ。